葉の筋が多い。うわすごいすごいすごい。何これ。ドイツのイーシャンテンですね。うわすごい。はあ、これは迫力のある。ドイツのイーシャンテンからのっていう感じですね。すごいですね。ね、その上も目指せますもんね、今。これはチャンスが来ましたよ、うん、ディフェンディングチャンピオン。シャアから動くかどうかっていうところですけど、1枚目はこれ、まず1枚は、はい、こっからどうする、さあ2枚目はどうするかですか ね。これバンパー、バンパーピンも入れた、ちょっとシャンテンですけどね、どうしますかね。でも相手牽制したいね、こういう時はね。今、残酷を打った親ですよ ね、 そうですね。だからちょっとやっぱりね、相手のスピードを落としたいんで、なるほど、ね、ポンしてもよかったかもしれないんでね、シャアはね。トイトイドラドラでも、でまあ、リャンソとパーマンですからね、ドラの馬はまあちょっと、出ないんだけど全然期待できないんですけどね。さあ7、8、9、二階堂、おお、アンコット、あ、これはまさかのスワンコイシャンテン、これで動けるし ね、 そうですね、ポンテンですね、迷わず、はい、迷わずポンテンに取るでしょうね、はい、何が出てもそうですね、うん、何が出てもポンテンでしょうね。パーマンもね、スワンコありますけど、うん、逆に次のシャアを即捕まえられる、うん、状況ですからね、シャア誰でも止まんないからね、うん、さあありますか、ウーマンはここに1枚、ね、なしですよね。なし。なし。なんかウーマンは1枚残ってて、ね、パーマンが2枚。2枚、あ、パーマン2枚ですね。シャアが。シャアが1枚。これはどうですかね、ウオタニは南へなんとか切ったらどうかな。食い仕掛け、食いたのは、うん、動けるし、ね、うん、やっぱ一回ほぐして。これで一応広めに。関数万引きも捉えるってことですね。なんかチートイになりそう。4トイツ、4トイツ、チートイになりそう。ただ役役ですからね。お、お、これがタンヤの方に一歩前進。さあこれをなんとかしたいですね、石井さん的にはね。そうですね。お、でもチートイシャンテンになりましたよ。トンが重なった、こちらマリアンシャンテン、どうしますかね、これ。これはどうしますか、つもぎ。難しいですよね、これ。つもぎ、まあドラがウーアンですからね、ワンズをほぐすんでしょうけど、うん、ね、はいはい、さあ石井に天敗が入るか。このキューピアンちょっとチートイツさん残したいですね。残したいよね、はい、そろそろ、うん、そろそろもうフィニッシュの牌を持っておきたいんで、はいはいはい、となるとサンゾーとキューピン、あれキューピンはね、バニー1枚なんですけどね、で3キューピン相当いいように見えるけどな、見えますね、うん、魚谷が第1打に切ってて、あ、これでリャンピンアンコでイーシャンテン、あ、ツモスデンパ来た、来たね、来たよ、これ3枚残り来た、石さすがリリーチだ、さすがリリーチだね、これね、ディフェンディングチャンピオン、これは出上がりでも出バイです、出バイ出上がり、あ、パーマン、あ、パーマンはね、でもちょっと出るパイじゃないですよね、うわちょっとね、ドラのシャアもね、今でも沈黙したらどうだったの、沈黙したらもしかしたらね、出たかも、暗殺してたんじゃないの、うん、しんないですよね、でもこれはもうツモスするんだという、でもさすがにツモスはリーチだね、うん、意思表示基本だよね、マージャンの基本だよね、はい、これは恐ろしいのが入ったな、てかハサミもちょっとどうね、ちょっと場合によってはありますよね、パー、うーん、パワーの補充、あら、これもイーシャンってなったか、もういかないか、ましたね、ヒトメンツ、いかない、これはちょっと怖いですもんね、ウォタニがどうするかですけどね、この一緒に打っててさ、やっぱこういうリーチって雰囲気が出ちゃうんだよね、うん、はいはいはい、リーチってなんかこう、音にね、音がね、音にね、気配がね、出ちゃうからね、みんな怖いと思うよ、これは大物だと、あ、つまった、きたきた、これは初めてじゃない、あ、2回目ですね、最強戦、この去年の綾辻さんの綾辻さんのスワンコに次ぐ